もうこんな天気のいい休日だってのになぜ入院してるし、オンのお見舞いなんかに来なくちゃならねえんだ。冷静すぎませんかこいつ。シオンが入院した理由を覚えてないご様子で。あ、そうだな、そういえばなんで入院してんだあいつ。あなたが YouTube の企画と称して収入したリングを鼻から撤去させようとしたからね。いや覚えてませんね。私がそんなひどいことするはずなかろうて。後ろそういうひどいこと率先してやるタイプがお前。なんでもいいけどシオンの病室どこだよ。あっていおっかしいわね。ちゃんとシオンの病室のある階のボタンを押したはずなんだけれど。そもそもこのエレベーター2階を示すボタンなんてありませんが。どういうこと？お前まさかのエレベーター間違えたとかそんなバカやらかしたんじゃないだろうな。そんなレベルの話じゃないでしょうよこれ。もしかして来る病院間違えたとかそういう話？どうせから身内入院させた病院間違えるのよ。だけど明らかさっきまでいた病院と内装が全然違う件について。ボケじゃないならこの状況を説明してみせろ。はい、私はボケですが何か？めんどくさくならないでください。そういやエレベーターの中にいろんな言語で書かれた張り紙があったな。中国語の簡体字と繁体字両方用意されてるとはよっぽどの配慮を感じる。どうでもいいが日本文ではなんて書かれてるんだ。異常を発見した場合は板エレベーターの下のボタンを押してください。異常がなければ別のエレベーターから下のボタンを押してください。と前にわからんことが書かれているわけですわ。私たちまた面倒ごとに巻き込まれたようだな。張り紙に書かれてることを真に受けるならこのまま反対のエレベーターに乗り込めばいいんでしょうけど。おいこらしょうもないことやってんじゃないわよ。決まりは通せない。いや私決まりじゃねえよ。急に論続になるな。肌から見たらスタンドバトルしてるようにしか見えないっすね。他の人たちがスタンド使いとか定すればな。で下のボタン押せば OK なんだよな。これで元の場所に戻れるか、あるいはこの状況がまだしばらく続くかって感じか。おいお前が設定酔ってる間に着いたぞ。あんまそういうめたいこと言うのはやめる。おおなんだこれ。どうやら張り紙に書かれてた異常っていうのはこれのことみたいね。なるほど、ヨウムラこれ8番ライク系の世界に閉じ込められてますね。異変がある階中で進んだり戻ったりして脱出するあれか。イブザクトリー。また気が遠くなりそうなもんに巻き込まれたな。とりあえずここは一服しとくか。だから買い増しをつけたら上のやつが一斉に作動しちゃうでしょうが、ゲリラ豪雨って浸水しちゃうかもね。でもやばい、今摂取しないと体が真っ二つになっちまいそうなんだが。そっちの方が断然マシなのよね。よし一気に5本くらい吸っちまうか。ごめん私が悪かったわ。しょうがないわねこの闇カスが。副遊園マジ歌なんだけど。さっきんとこで吸って溺死するよかマシだろ。病院でタバコ吸うとか普通の神経してる人間とは思えねえな。そこ病院じゃ何異常は一目でわかるものとは限らねえからな。椅子の数とか絵画の位置とか若干変わってるかもしんねえし、しっかりと確認しておけよ。まあ4人もいるし異常があったら誰かしら一人は気づくわよね。てかそもそもデフォルトがどんなんだったか覚えてないんだけど。足はカレンダーだけは確認してるからそっちは任せろ。なるほど、実質2人ってことね。そしてあからさまにおかしいとこ発見。どこどこどこあからさまにおかしいとこどこだよ。いやどう見てもすぐに気づくでしょこんなの。せめてどこら辺がおかしいかヒントくらいくれよ。いやマジかこいつら。エレベーター上の時計が3つあるでしょ。それすら気づけないなんてあんたら日頃何考えて生きてきてんのよ。少なくとも日頃から時計の数数える癖はありませんな。不安だがクリアするまで終わりがねえんならやっていくっきゃねえ。これ選択間違えたらどうなっちゃうんだろう。そりゃもちろん間違えれば苦しみながら死にます。そんな闇のデュエルみたいな場所なのここ。おこの扉半開きになってるぞ。私が先に見つけた私の手柄だ。こんな死ねんじゃねえよぶっ殺すぞ。こんな神を村閉じ込めた現状がいるぞ。引きずり出せ。どうもつをぶちまけろ。扉閉められただけで残忍にならないで。おい次はあっち開いたぞ。手安で舐めやがって。私がこの距離で間に合わないと思っているなら大間違いだぜ。ゴミ系の始発ダッシュで伝えられた病院の脚力を。うるせえ黙れハゲ。何も手遊ばれてんのよ。うっさい気を試してみただけだっつーの。相手するだけ無駄だよね。異常ありってことでさっさと次の階に行こうぜ。そろそろノーモーションで殴り合うのをやめろ。やめてほしけりゃ力ずくで止めてみせる。じゃあ電気切れたー。電気が切れただけか。驚かせやがって。じゃあ抜かったー。強いモニター、早く扉閉めろー。とっくに連打してるっつーのー。間に合い。並々ならぬ殺意が湧いてきやがったぜ。奇遇だな私もだよ。やばいわよ今回パッと見異常っぽいものない。ないんだったら先進んじゃってよくね。いや待てお前ら後ろ見ろ。は？後ろ？勝ち取りたいものもない無力なばかりはなれないそれで君はいいんだよ。モンスターの勝ち取りたいものもなさそうなエグジット君は。ああいうユニークな異常もあるのね。もしかすればこれからこの部屋以外の異常が起こりうることがあるかもしれねえ。ほう？それはどういうこと？例えばアリスの絶壁の胸がヒマラヤ山脈ぐらい盛られたりとか。あ確かにそれはこの上なく異常事態だ。殺すぞ。しかしながらアリスの胸が大きくなろうもんなら一瞬で発見できるしそこはノーマークで良さでしょ。確かにそうだわ。警戒しすぎたぜ。今すぐお前らを異常に変えてやろうか。アリスすでにこいつらの頭の中は異常を抱えている。ってことは元のエレベーターに戻るのが正解ってことだね。お前らの頭の異常さは正常だからいいのよ。でかい今めちゃくちゃ笑い声してね。おいみんなカモン。なんだどうした異常見つかったのか。さっきから笑ってんのこいつだったわ。そういえばこの人ずっとここに座ってたわね。今の今まで誰一人触れてあげなかったから気が狂ったのかもしれねえな。僕はアリスの胸の貧相さに爆笑してる説あるだろ。いやきっと霊夢のバカさ加減の技笑ってるに違いないわ。あ、頼むから一度仲直りしてくれ。うわ出たよこのパターン。またあの首なしスタンドさんがこっち向かってくるな。お前どうせただの脅かし要因なんだろ。いい的な対マンと行こうじゃねえか。おいおうむマジかよ実力行使。お前の顔見てると向かっ腹が立つぜ。相手変わりませんけど。お前に格の違いってやつを教えて。あれその爪めちゃ鋭くない。そこでロームどうしたんだ。ロームが次分化された。いやもう一度ロームが大変失礼。やっぱりロームだったらバカンス。いやあ、ガチ恋鳥まで密着されてる。どうして私一人だけ生かされてんのよ。あれサイコパスによくある震えてる様子を見て興奮してるっていうあれ。何しやがって言っている限り正気は無限にあるわ。見てなさいここから絶対生き残ってやるんだから。いやあ。ヨウムあなたエレベーター降りろ。いや惜しかったっすね。あと僅差のところでやられちゃったよ。抵抗する間もなく首ちょんぱされることを僅差とは呼ばん。あーもうこれ最初からやり直しじゃねえか。どうしてくれんだおい。おいおいおいバカ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 。私を置いて次の階に行こうとすなー。えっ私どうなっちまうんだ。まさか一生このままだって言わないような。ではいっぱいかー。ヌベリンチョス。はっここはあった。死ぬのかよ。は？
か。ここは、やっと悪夢から抜け出せたか。あの、ここでその深いなってこれまだ続いてるってことはさ。あ、もう好きにしてくれ。先輩マリサ、何か用務たちにお詫びの言葉は？いやいやいや違うだろ。元はといえば私のこと締め出さなければあんな大惨事なんかになってなかっただろ。言い訳だけだけしいぞ。過ちは素直に認めなさいよ。なんそれ満場一致で私が悪いと本気で思ってらっしゃる？逆にお前が先輩じゃないと誰が思う？お前らどうかしてるぜ。あれのどこに私の非があるってんだ。ほぼけをたんこなす。あれマリサちゃん泣いちゃったじゃないすか。しゃあねえな。今回のは私ら全員の責任ってことにしといてやるよ。何そっちが大人の対応しといてやったみたいになってんの？マジで納得いかねえかんな。はいはい、用務たちが悪うございました。マリサは一切悪くない。これで満足するんだよね。ほんと吐き気を催す邪悪だよお前らは。あはい、本当悪かったからさっさと次に進むわよ。次で15回だが果たしていつになったら終わりが来るのやら。はぁ、みなき。またライト消える演出。ほんまくどいてー。ちょっと待って、ここエレベーターの中じゃなくない？うん。何の説明もなしにラスボス出てこられても、とりあえずこれ逃げるで正解なのよね。おーこいつ近づいてきてるわよ。部屋真っ暗になった瞬間一瞬で前詰めてくから気をつけろ。どっかの SCP と同じ特徴っすね。あの D クラス職員に自分の脱糞掃除させてるあいつな。覚えてる部分が汚すぎる。手紙のよこれ置いてあんの全部死体かよ。これ全部この空間で亡くなった人たちなのかしら。で、ここで行き止まりなんですけど、死体乗せた担架でバリケード作ってんじゃねえよ。もうダメよダメなのダメなのよ。やっぱり最初からクリアさせる気なんてさらさらなかったんだわ。これまでの頑張りは全ての意味でしたって、あざけりながら殺すための人間ぶっ殺しゾーンなのよここは。ソサディストがコンチクショー。いや抜け道あるなら教えろよ、ボケカス。いやみんな気づいてると思って。だってんな、私あんなに泣きわめいてたのに。ほうれん草しっかりしなさいよ。じゃあアリスがコナミ人になって死んだ。アリスで時間を稼ぐ算段だったが、駅の改札並みにさっくりやられたな。タッチ決済かよ。せめて私らが逆立ちダッシュでも余裕でゴールできるくらいは足止めしとけよ。アリスを対化け物決戦聖域と勘違いされてます。やべえ、すぐ後ろ来てるぞ。いやだ、またゴールドエクスペリエンスレクイエム状態になるのだけは絶対やだ。いや、そこにエレベーターの扉が見えたで。勝利の方程式。方程式もっともねえ、さっさとエレベーターに飛び込め。うおお、間に合え。全然余裕でした。よしゃ、このボタン押せば勝ちか。これまだ続くんか？今更だが私らたかがお見舞いに命かけすぎじゃね？マリサ、あんたよくも私のこと置いていきやがったわね。あいや、だが結果的にはこうしてみんな無事だったわけだし、伝えられなかったことは一旦トイレにでも流しといてくれよ。ガガ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 ガ、打線したー。はい、小石ちゃんでーす。8番ライクのマルチプレイバージョンホスピタル666の実況はいかがだったかな？まだまだ先があるそうなんだけど、私たちがプレイするのはここまで。この先はぜひ自分たちの手でプレイしてみてね。最後にチャンネル登録高評価、Twitter のフォローもしていってください。ではでは本日の動画はこの辺で。グバイ。たとえ決められた未来